お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりだね。久しぶりです。はい、どうしたの？はい、どうなんしたの？今日ゴルフ教えてもらいたくて。そう、教えたよさっき。あ、そうそう、視聴者の皆さん、いきなり冒頭で失礼なんですけど、7月31日日曜日、日帰り道場ゴルフコンペ、決まりました。強制参加だそう。はい。開けといてくださいね。ぜひで、10人以上集まらなかった場合はちょっと中止になる可能性も含んでますが、一応三重県のどっかで、はい、7月の最終日曜日31日ね、やろうと思ってます。申し込みは5月いっぱい、7月31日の三重県の近くでゴルフ、10人以上集まらないとないだけ中止になる可能性がありますので、よろしくお願いします。で、もう一件、練り会道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。はい、どうだ実際？ですか？うん、いや、ちょっと4月いっぱいで現場出ようかな。何その恐ろしい感じ。めちゃくちゃ恐ろしい。めちゃくちゃ恐ろしい。テイク3ぐらい。しかも声で一人やめるんか。はい、うちも乗ってくるんか。いや、絶対来ないのかな。自信だな。やばいっすね。ようこそ。実際どうなの？本当に。いや、ちょっと、職人辞めて、ちょっと管理じゃないですけど、その現場振ってったりとか、そのブローカーっすか、ブローカーみたいな感じで、ブローカーっていう経営者なんか。やっぱ結構今のあれじゃないですか、その建設業ってどこも人が足りないですよね。やっぱそう出てみて、こっちもじゃあ3人欲しい、こっちも5人欲しい、じゃあこっちも2人欲しいとかってのがあるんで、そこをつなげながら、職人たちをこう、手配じゃないですけど、だけどいろいろ喋ったこともあるんだよな。はい、これでも絶対に一つだけ言ったら、はい、コメントはめっちゃあり得ると思うんだわ。はい、経営者の人たちはそう分かっておると思うけど、はい、自分から一からこうやって立ち上げて現場出てやっていた人は、はい、でも自分だよね、やっぱ抜ける気がないと抜けね。もちろん、じゃあお前じゃあ仕事全部できるんかとかあるじゃん。俺もよう言われた。じゃあ自分の会社やるって時に、じゃあ全部何もできないじゃんお前なんか、全然とびのともじも知らんじゃんって言われたけど、別にそれはね、働いてもらう人だし、でも絶対現場戻らなきゃいけないじゃん。それもとびやってたもんで分かるけど、でも無限と会社の出かけなんていうかできんだろ。結局現状とか重なって、もういけませんいけませんってある、話流れてるんじゃないですか。他のところに振ったりとか、結局返事が遅いとかね。そうですね。もうあみちたんとあれだもんな、現場休み日曜日しか見に行けんでなとかあるじゃん。でも絶対俺コメントあれるけど、こういう仕事もねやろうと思えばなんぼでも仕事寝ずにやるんだよ。最初は求人誌の話、人の話の話、お客さんともご飯食べながらし、仕事書類見積もり、いろいろあるじゃん。だからどんだけコメント流れても勇気を出してやった方がいいんじゃないとは思うし、やるらしいね。そうですね。俺ようやれんかなと思った。そこで終わっていく人間かなと思った俺も。終わっていくってそれが悪いとかいいじゃないの。現場が好きだからそれが好きなんだろうなって。一生職人じゃないですけど、そこに携わってっていう。そうそう、だけどもうお前が抜けるって言った時、ええと思ったもんね。楽しいは楽しいですけど、その従業員と一緒に現場回ったりすると、だけどそれ以上がないかなと思って、楽しいだけで終わったら僕も嫌だなと思って、やるからにはやっぱその入ってくれた子も結局その先を見て、そう、なんかちっちゃい会社じゃないですけど、そういう、ちっちゃいとこから入って、結局そこがバーンって成功したら、フル株でいい人間だったら結局そのいい座につくわけじゃないですか。結局その子たちもずっと一生職人で、結局絶対独立していくんで、そうなったら、やっぱ寿命じゃないですけど、どんどんやっぱ30代になって、じゃあ40代になって。僕30ですね。あ、もう30か。はい、あ、30。で、俺はもう29から天才だというか。僕は32歳からですね。32歳。あと2年。視聴者なんですか、俺来週誕生日なんで、プレゼント。来週？来週だろ。あさって。22日。あさってか。びっくりしたよ。この動画もう終わってるな。終わってるかギリギリ終わってるか。いや、すいません、終わってる。終わってるよ。だってこれ明日あげないと終わってますよね。そういうこと。プレゼントお待ちしてます。なんかよくな、他のメンバーにはよくな差し入れって。ああ、結構なんか来てますよね。生ものだけはちょっとね、なんかあったら生ものでもう捨てちゃうから。はい。渡せないから生ものじゃないものでお願いしたいけど。今日食うんだけど、俺以外に誰もと分かんないんだよ、手が出ますから生レバーぐらいじゃないですか。生レバー嫌ですね。生レバー届いて確実でよね、会社やって。はい。で、まあ抜けて、まあそういうポジションから抜ける。まあもう思い切って4月いっぱいで、なんでもう本当多分いつぐらいに上がるんですか。1週間ぐらい。来週には上がってます。だからもう本当にその週にも上がるみたいな感じで。もうそれダメだって聞いた。でも現場出ようって言われるだろ絶対元請けが。そうですね。なんで一応4月いっぱいで辞めるって言っても、ゴールデンウィークはちょっと現場がもう入ってるんで。まあやってみたいじゃない。3ヶ月やって、お前がどこまで動けるかにもよるしね。はい。そうですね。なんかだからそんな。お前今の俺と真似したらなんかゴルフばっか行ったりとかね、仕事なんて俺15年か17年6年もう散々やってきてここまでね、やっと気づいたらゴルフ打ちっぱなしだけしか行ってないかもしれない。いいじゃん、面白そうね。そうですね。どれぐらい目標できるの。お前これ目標は最初にやめて1年間で10人にするした。もともとなんか3人だったんですよ。3人って言っとって、僕と、僕の後輩と、一番下の弟と、もうそこで3人だったんですよ、確か。もう辞める前に。あ、目標達成したんか。いや、最初そうなってて、で、社長と喋ってて、いや、あんまり絶対人集まるな、10人なんか楽勝だろうなと思いながら、社長になんか、僕が、いや、10人でいいっすよ。最初3人の目標だったんだけど、そうです。僕がなんか、勝手にもう2人集まったもんで、10人楽勝だなと思って10人でいいっすよっつってこの数だけ合わせやるわけじゃねえからこればっかじゃ将棋でいいんだよ。いや、とに変わるっすね。とに変われんよ。まあ募集してんの。ちなみに今募集してますね。どれできる子。できる子、まあできなくても全然その若くて元気があれば、まあ最悪若くなくても全然。まあ2人ともそこそこできる。結構できますね。あ、2人とも。はい。あ、でもいいじゃん。あ、余計だな。またな金はまだなんでな。そうですね。金貸したの。はい。あんの分かってる。あ、一応借りてもらえる。自分で現場で見たらえれえぞ。まあそうですね。経費でこないだろ、学生のとこなんだよ。そうですね。経費で渡して。ちょこちょこ受けはあるの。受けはちょこちょこある。月に出るとこは200ぐらいですかね。女優別で。まあまああるね、じゃあ。はい。なんでまあお前すごいね。20%から30%ぐらいやんないってことで40%ぐらいですね。40%ぐらいです。まあ4月いっぱいで現場辞めて寺道の花道を歩きます。辞めるってか抜けるようにするからな。はい。抜けとかそういうのは行くときは行った方がいいしな。まあ目標としては年間売り上げはまずは月産売り上げが目標なの。1000万円。月産まず1000万円を抜くからな。1000万円って20%で200万。1000万円やらんと足が食いもな感じで毎日ゴルフ行けないですね。ゴルフはそれじゃねえよ。それじゃいけますか。もう1億ぐらい返したら怒られるこれ。塗り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、もうそんな感じです。あしまのイベントもぜひ、本当にもう何も来るでしょ。あ、行きます。来るか。はい。そうだったらな。はい。まあ行けそうだったら行きますんで、何人か2、3人で行きますんで、ぜひ皆さん参加の方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、まなみです。